のの字自転車全国市区町村旅267日目、267から272日目、2017年の9月22日か27日、高良町っていうのはこれ滋賀県で、鈴鹿っていうのは三重県でございます。全体的に言うとですね、岐阜県、滋賀県、福井県、石川県、富山県、福井県、そして滋賀県、三重県の自転車旅でございます。今回はその中の、4日目のみを伝えていきます。3日目の夜どこまで来たかというと、3日目の夜はですね、福井県の福井市まで来ました。ネットカフェからスタートしてですね、堺市、あわら市、そして小松市、からあわら市が、福井県で、あわら駅だったかな、あわら温泉駅だったかな、どっかの駅から、ね、臨行するんですよね。で、小松駅まで行きます。以前ね、小松市の、ね、ネットカフェに泊まった時に、出発しようとしたら雨が降っちゃって、能登半島行った時がありましたね。あの時の小松市までの自転車ルートを今回つなげるということになります。そこからね、能美市、白山市、川北町、白山市、金沢市まで行って、自転車のルートをつなげてから、臨行して、砲台清水町の、駅まで行って、以前の自転車ルートをつなげるように、氷見市に行きます。氷見市からね、白石の方にね、自転車で行ったことあるんですけども、それとはまた別のルートとしてつなげて、そして今度は高岡市まで自転車のルートをつなげます。そして高岡の駅から臨行して、その日の夜は福井市に戻って、全く同じネットカフェに泊まります。ではですね、地図の方を見ていこうと思います。福井県の福井市ですね。ネットカフェからスタートして、あわら温泉駅から臨行いたしますね。ちょっと間が抜けてますね。堺市なんかも通っていったんですけども。そして小松駅から自転車に乗っていきます。小松駅からね、ずっと北上していくんですね。石川県庁、金沢市内を通って森本駅から臨行して、砲台清水町のね、四季並という駅だっけな。そこからまた自転車に乗って山越えをしてですね、氷見市の方に入っていって、高岡の駅からまた臨行いたします。そして、福井県の福井市のね、福井駅からまた乗って、全く同じネットカフェに泊まることになります。4日目だね。福井県の福井市内のネットカフェからスタートします。この単線の線路は越前鉄道かな。朝っぱらですね、労組の前、そして住宅街に抜けていきます。辺りに田んぼ、買い取られた後の田んぼが広がって、朝日が眩しくなっております。そしてまた、今度は橋を渡っていくんですね。もしかしたら九頭竜川だったのかもしれませんね。どっかの駅前を通っていきます。堺市の方に来てるんじゃないでしょうかね。時は2017年の9月25日4日目でございます。広い空、気持ちいい空、青い空でございます。周りはね、平地になっていて買い取られた田んぼが広がっております。福井市内から川を渡って堺市の方に来ていると思います。そしてあわら市の方に向かってあわら温泉駅から輪行いたします。ここはね、堺市役所かな、どうかな、そうかもしれません。そば畑が広がっておりますね。白い花がちょっと綺麗ですね。これはね、越前鉄道のね、どこかの駅のね、駐輪場の屋根です。なんかね、越前鉄道が地上編成で走ってる。このね構図、この辺のね構図でね、日本でねもう一つ似てる場所があるんですよ。山形県のね、なんとか長井フラワー鉄道、長いフラワー鉄道がさ、終点の方に行く感じと、この越前鉄道が終点の方に行く感じ、なんかね構図的に似てるんだよね。まあ自分の中のなんか主観的なイメージなんですけどね。なんか旅した時のね絵がね、この景色を見るとその山形県の風景を思い出し、で山形県のあの風景を見るとこの風景を思い出して、なんかそんなちょっと自分の中でリンクしちゃうんですね。2両編成ですね、こちらは。あれ、さっき1両編成だったかな、なんか 見間違いかもしれない。1両編成のやつもあんのかな、ちょっとわかんないけどね。2両編成なのに1両編成って言ってたのかもしれない。あそこにプラットフォームがありますね。高い鉄塔も立っていて、あたりは畑かな、なんかもうない感じですよね。これ、あわら市役所かもしれないね。あわら市役所からちょっと川を渡って町並みに入っていって、駅前に到着しました。あわら温泉駅でございます。北陸本線ですね。ここから各駅停車で運行いたします。580円。なかなか自分の乗る電車が来なかったのかな、途中で乗り換えたかな、ちょっと乗り換えていないと思いますね。そんなに長いことはないです。近畿を越えてですね、石川県金沢市に向けて松井市の松井県に行きます。松井駅に到着しましたね。まあ、松下ではね、松井選手の有名だと思います。街並みをすり抜けていきますね。三つたまりでございます。川でしょうかね、ちょっとわかんないですけどね。三つたまりのような川を橋の上で渡っていきます。路面が錆びておりますね。雪が積もると水が出るんですが、その水が積雪になります。また川を渡っていきます。なんかもう海の近くみたいで流れがないような感じでしたね。これはね、北陸本線のとある駅ですね。小松市から、ですね、一旦白山市に入ってから、川北町に入って、また白山市に入って、あ、これは川北町役場ですね。もうね、遠目で見えたらよしということで、もう次に向かっております。横着しておりますね。そんなこんなです。あぜ道ですね。未舗装道路、田んぼの中のそんなところを突き進みます。川北町から白山市に入ってます。柵も何もないですね。ここは田んぼの中の雰囲近みたいな感じ。田んぼの中のような踏切。神社、鳥居、そんな風景を見て先行きます。白山市内をずっと行って、どこからか金沢市に入っていきます。空がひどいね。時は2017年の9月25日、秋ですね。もう秋分の日を過ぎております。これ、石川県庁かもしれないな。石川県庁の前を通っていって、そして今度は森本の駅を目指します。森本の駅から輪行いたします。この時はね、先のなんか急いでましたね。これで、ね、もう富山県まで行って、福井に戻るんだ。これからまた輪行してね、また自転車に乗って山越えをするという、そういう調律をしていました。だから1本でもね、速い電車に乗りたかったです。森本の駅、ちょっと今の切符、もうちょっとゆっくり見たかったね。まあいいや。森本の駅から、石川県の宝達清水町の中にある、四季並という駅からまた自転車に乗って山越えをしてですね、富山県の氷見市に入っていきます。以前違うルートでね、氷見市から白石の方に行ったんですけども、それよりちょっと南のところのルートでございますね。相模町を下っていって富山湾方面に進んでいますが、富山湾までは行かなくてですね、都合のいいところでですね、直線的に、高岡市の方に向かっております。ところどころにね、街並みが点在しててね、その暮らしぶりが伝わってくる風景がね、たまらなく心地よかったような気がしますね。山を越えて違う町にたどり着き、また町外れを通り抜けてまた違う町にたどり着く、そんな作業がね、旅のロマンを感じさせるんですね。だんだんと冬になってきておりますね。秋の夕暮れ、カラスが電線に鳥が止まっております。ああ、もう太陽がね、沈んじゃうよって感じですね。早く高岡市内のね、市街地にたどり着きたいなっていう気持ちになっちゃいますね。ゆっくりとね、家に帰りたいなと思っているのかもしれませんね。小矢部川ですね。昔ね、小矢部市なんかもね、こうとかありますね。そっちの方から流れてくる小矢部川。もうね、高岡市内に入るんじゃないかな。高岡市内に入って、高岡市役所の前に来て、高岡市内の路面電車が走ってるね。なんか県庁所在地じゃないところの街並みにこういう路面電車が独立して走ってるっていうのは、なんか旅のロマンをかきたてますね。そして高岡駅、金沢から乗り換えて切符はね、生産してると思いますけどね、福井駅までたどり着きました。乗ったところでね、買えた最大限の切符を買って降りた駅で、生産すると、そんな感じだったと思います。ビデオと写真では時間の関係性が前後いたします。まあね、切符を買ってからね、ルート変更するって場合もありますね。4日目の朝の写真から順番に見ていきます。この日の朝は福井県の福井市のネットカフェからスタートして最終的にまた戻っていきます。まずは福井市を通って川を渡って、堺市の方に向かっていきます。これはね、北陸本線だったか越前鉄道だったか忘れちゃいましたが、なんかね、単線は越前鉄道だったような気がしますね。複線の線路が、北陸本線だったような気がしますね。特急電車なんかもバンバン来るとこですからね。9時前、あわら温泉。あわら温泉駅。あわら温泉駅から臨港するところですね。そしてこれ小松の駅にたどり着きました。小松の大吉さん、ピーヨちゃんちゃんですね。はい。そのね、小松の駅までやってきました。なんかシェルター、スノーシェットの中にあるような、そんな屋根をしておりますね。街並みが広がっております。小松、そして田んぼが広がっても刈り取られたような大地を見ながら、用水路のような川を眺めながら先に進んでいきます。小松市からですね、ずっと行って、白山市に一旦入ってから川北町に入って、また白山市に入っていきます。空が広いね。たまらないね。たまらんの。気持ちいいね。川を渡っていきます。川を渡っていく。なんかもう海が近いかもしれないな、みたいなそんな雰囲気がね、なんとなく漂ってきますね。向こうの方は日本海かな、ちょっとわかんない。逆側だな。内陸の方だね、今のはね。これはもう臨港が終わって、四季並駅ね、森本駅から臨港して、四季並駅に到着して、ここからまた自転車に乗っていきます。砲台清水町っていうね、能登半島の付け根のところでございます。ここから自転車に乗って山越えをして、富山県の氷見市を目指していきます。まだこれ駅ですね。氷見市の方に向かっていきますよ。山道を登って山越えでございます。もう9月の終わりなんですけどね、ほんのりと秋が感じられるような、そんな木々の緑の感じ。まあでもまだ緑が濃い感じもしますよね。まあ雪国ですからね、いつまでも夏が続いてもらいたいような、夏にちょっと未練を感じてしまうような、そんな風景のイメージがいたします。そしてこれは、高岡駅だなと思いますね。高岡の駅の前でございます。夕暮れ時に臨行して福井県の福井市のネットカフェを目指しますよ。もうちょっとね、ゆっくりしたかったよね。なんか寂れた感じのね、建物が残っているっていうのはね、僕にとっては美しいんですよね。まあなんかもうなさそうな感じですよね。いつまでも残ってもらいたい。ああ、夕暮れ時。これ高岡駅ですね。ディーゼルのね、支線が、ローカル線が出てるんですよね。あれに乗ってね、新高岡駅まで行って新幹線に乗って帰ったことがありましたね。3台目のカメラの写真になりました。3台目のカメラで撮った4日目の朝の写真からまた順番に見ていこうと思います。福井市のネットカフェからスタートして、また福井市のネットカフェに戻ってきます。福井市内から出発して、川を渡って堺市、あわら市のあわら温泉駅を目指します。朝の太陽がね、東の大地から登っていきます。なんか畑のようなのが広がっておりますね。これ越前鉄道の近くだったと思いますね。空が広いな。そしてあわら温泉駅ですね。ここから臨行して小松野駅に向かっていきます。河口付近に近いような川ですよね。小松の駅からね、自転車に乗ってね、白山市に入ってここが川北町に入って、そしてまた白山市に入っていくというね、そんな感じでございます。青い空広がる街並み、そして広がる田んぼの大地、もう収穫が終わって稲は実ってないですけどね、平面な大地が広がって、踏切がね目の前にありますね。北陸本線の複線の線路が見えております。未舗装道路、私の道を通っていきます。なんて書いてある、あそこ砲台清水町役場かもしんないな。臨行が終わって砲台清水町役場の前を通ってから山越えをして氷見市の方に行ったんで、多分ねそうじゃないかなと思いますね。路面が錆びておりますね。錆びた水で雪を溶かしているんですね。そして山越えをしてですね、富山県の高岡市に入っていきます。石川県の砲台清水町から山越えをしていきます。これは高岡市役所だと思いますね。氷見市を通ってから高岡市に入って、高岡市役所の前を通って、そして、臨行いたしますね。そんな感じでまた旅が終わっていきます。いきましょう。2017年の9月25日4日目の行程でございます。福井県の福井市のネットカフェからスタートいたします。そこから自転車に乗って堺市に入っていきます。堺市市役所の前を通っていってからあわら市に入っていきます。あわら市、あわらってこう漢字で書くとこう漢字なんだね。あわら、芦原かな、まああわら。そしてあわら温泉駅から臨行いたします。ここから16周目。ここまでは、17周目の旅だったんですけども、ここから16周目の旅になります。石川県の小松市、15周目のエリアの小松駅まで臨行して自転車に乗ります。以前ね、台風が来てね、ここから臨行した時の自転車ルートをつなげるということになります。で、白山市15周目のエリアに入っていって、川北町を通っていって、白山市15周目のエリアを通っていって、金沢市15周目のエリアに入っていって、で石川県庁の前を通っていって、で森本という駅まで行きますね。森本という駅、津幡市かな、ちょっと忘れちゃったけど、この森本っていう駅が分岐の駅だったかもしれないな。昔この分岐の駅のことを津幡駅ってあー、でもわかんないね。ちょっとわかんない。地図を見ないとわかんないね。これ金沢市内だから津幡町じゃねえんだよな。まあでもこの駅はね、分岐駅だったような気がするんだよな。ちょっと今手元にね、資料がないんでわかんないです。とにかくこの森本駅から臨港してですね、ここから17周目のエリアね、宝達清水町のね、宝達清水町のこの四季並駅まで、臨港して自転車に乗ると。以前この前ね、自転車で通ったことがあります。宝達清水町役場の前を通っていって、そして富山県のね、氷見市に入っていきます。そして高岡市16周目のエリアに入っていって、高岡市役所の前を通って、高岡駅から臨港。そして福井駅まで来て、そして同じネットカフェに泊まるということですね。ではですね、地図の方を見ていこうと思います。福井県の福井市ですね。ネットカフェからスタートして、あわら温泉駅から臨港いたしますね。ちょっと間が抜けてますね。堺市なんかも通っていったんですけども。そして小松駅から自転車に乗っていきます。小松駅からね、ずっと北上していくんですね。石川県庁金沢市内を通って森本駅から臨港して宝達清水町のね、四季並という駅だっけな。そこからまた自転車に乗って山越えをしてですね、氷見市の方に入っていって高岡の駅からまた臨港いたします。そして福井県の福井市のね、福井駅からまた乗って、全く同じネットカフェに泊まることになります。